BGM じゃないっすよね。新あ BGM だよね、はい、何言ってるもん。お願いします。お願いします。もう入ってますFM ギノワンから始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう。6月28日水曜日、時刻は午後10時を回りました。皆さんこんばんは。沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、パーソナリティの小浜直人でございますね。もう月が終わる頃に毎月言ってるんだけど、怖いね。もう来週7月だよ。もう今週末か。恐ろしいやつさどん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 ね。いいか、こんな話はいいな今週もね、いろいろサッカーのお話進めていきますよ。はい、今週も、AC クリアのヨヘナさんに来ていただきました。どうもこんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。はい、はい、もうね、カミカミです、すいません大丈夫大丈夫、大丈夫です、はい、俺よりはずっといいからはい、今週もね、はい、サクサク進めていきましょう。はいはいはい、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうはサッカーを中心とした情報バラエティ番組です。沖縄県のサッカー情報はもちろん、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、ワイワイ楽しく会話をしていきながら、サッカーに関わる人たちが少しでもハッピーになれるようなゆるい番組を目指しております。午後10時半までどうぞお付き合いください。この番組はあなたの専属トレーナーになりますエフラボ接骨院、真心美味でご提供居酒屋マジュン、バーガー&バー沖縄ワーソルチ、以上各社の提供でお届けいたしますよ。はい、今週もね、沖縄県のサッカー情報をいろいろお話ししていきたいと思いますよ。皆さんぜひよろしくお願いいたします。はいはい、まずはですね、今週もはい、はい、俺久々に琉球の、はい、見えない、こんな感じ久々に琉球のユニフォームをね、はい、着てきましたよ。もうね、先週末行われました、ディビジョン3のね、はい、はい、結果から言いましょう。 FC 琉球試合ありましたよ。ホームでね、なんかね、お話を聞いたら純生さんが会場にいてさ、純生さんにちょっとお話を聞いたら、天皇杯だったりいろいろのカテゴリーがもう日曜日にさ集中してて、はい、で沖縄で梅雨明けたのにデイゲームって何みたいなね二次キックって何なんだよみたいな、やっぱみんな思ってたのかな。で純生さんにどうじゃーって言ったら、なんか他のカテゴリーで試合が重なってて、なんか J3 は必然的にこの時間になったそうですよって言ってましたね。暑いですね。もう、はい、もう暑かったですね。まあまあ、でも、はい、皆さんご存知の通りね、はい、2対1の逆転勝利で FC 琉球勝ちましたよ。おめでとうございます。いやー、ビールがね、はい、美味しい暑くてよかったですね。そうだね、そっか、そうだな、ビールの売り上げも上がったと思いますそうなんですね。ガイナーリ鳥取とのね、試合の中で、はい、1点先制されて、その後に、逆転でね、はい、結果的に面白い試合だったと思います。はい、来てた皆さんは本当にね、大盛り上がりで帰ったんじゃないかなと思いますけどね。はい、で、8月にさ、毎年恒例の1万人サッカー祭りがあるので、はい、こういう試合をね、続けていけば、もちろん、1万人も目指せるんじゃないのかなと。まだ勝ってることがね、はい、そうだよね。この上位順位はちょっと変わらないんですけど、まあ、8位と、はい、もうまだまだ上位にね食い込んでいけるポジションにいますので、はい、負けてないですからね。ぜひね、はい、ちょっと盛り上げていくためにもね、うん、勝ち続けてほしいなと思いますけどね。もちろん、まあ一応さ、はい、1点目の取られ方とかがもうちょっと雑で、まあね、やっぱり、はい、ちらほらやっぱ聞こえてくるのさ、帰りながらさ、はい、失点はねえよなとか、いろいろ聞こえてきたんだけど、ね、うん、やっぱり、
クロートさんから見ると、あの俺もさ、もうほぼほぼまあやってますけど、ほぼほぼド素人みたいな人間でもさ、あのやっぱりあの展開はなとか思う部分もやっぱり畳みられる部分もあるので、はい、やっぱりね、勝利ももちろんですけどね、はい、質もね、そうですね、上げて、うん、こういう楽しみも、でもね、やっぱり試合中もさ、大きなサイズチェンジがあったり、やっぱりこの去年と同じようにさ、トラップ一つでさ、なんか俺はもうビールがおかわりできるのさ、はい、酒好きにはね、もうはい、トラップだけでもね、見たいものトラップとか、もうあんな感じもあるからさ、やっぱりそういうのもちょっと楽しみの一つとしてさ、今後も、はい、応援していきたいなと思いますよ、うん、うん、で、琉球はさ、次の試合はアウェーで、はい、7月1日、今週の土曜日かな、アウェーで YS 横浜との対戦がね、はい、決まっていますので、はい、また来週ね、勝ったよっていう報告ができるように、はい、皆さんの方も応援よろしくお願いいたします。はい、ぜひ買ってください、はい、もうさ16位のね、16位だからね、相手ですからね、うん、J3 はちょっと順位関係なくもうね、いろいろありますからね、もう、はい、この辺を固めてもらいたいなと、うん、はい、いやもう勝たなきゃいけないですね。そうですね、はい、うん、このあとさ、もうデイゲームないのかなちょっと分かんないんだけど、デイゲームだからこそ、はい、のスプラッシュシャワーがさ、スプリンクラーがついてて、前半の始まりと後半の始まりと琉球が点ゴールが決まったらこのスプリンクラーが回って、はい、ベンチで雨が降るのさ、はい、もう子供たち大喜びよ。そうですね、暑いですからね、うん、もう大喜び、もうやるなって言ってもうやるから、もうね、それはね仕方ないんですけどね、はい、仕方楽しみだね、はい、子供がわーってなってる中に大人もさ、なんか 4,5 人いた。いやーでももうね、楽しいからね、楽しいから、来週も、はい、いい結果、はい、お話できたらなと思いますよ、よろしくお願いいたします。はい、はい、ね、あとは、これまだちょっとね出場が決まっていない、あ、これから調べろ、ごめんなさいね、はい、あ、違う違う。今日順番がさ、もう雑でさ、県内のサッカー、県出身の J リーガ情報を先にサクサク喋ろうかな、はい、ね、今日もさ、ルヴァンカップのプレーオフがあって、はい、札幌とセレッソ大阪のプレーオフがあったんですが、そうなんですね、はい、札幌所属背番号14番の、はい、上原選手、今夜はねベンチ入りしてて怪我したのかな、前半のね34分、はい、もう早い時間から試合出てたんですよ、はい、まあ、ただね、ちょっと2対0で負けてしまってるので、どんなかなって思うんですけども、先週もね、はい、まあ首位のレイソル相手にね、はい、まあ赤敗点2対1ですけど、だいぶちょっと負けが続いているので、そうですね、まあ、心配だなと。でもう一つちょっと札幌、上原選手的には J がね、はい、札幌に入りますので、ポジションかぶれる、そうですね、高さ的にも、はい、ただ上原選手はサイドバックもね、やっぱりやったりしてる部分もあるので、まあ、徳倉選手もいてトリプルタワーなんてことはまあないのかなと思うんですけど、はい、でも結構ヘディングはね、強いですよね、強いですよね、勝って、はい、俺徳倉選手よりも勝ってる、まあ、勝ってるおかしいかな、まあ、いやでも大事なところでやっぱり競り勝って中に追い返すシーンが結構多いので、やっぱり彼の身長とね、そうですね、っていうのは、大きいと思う部分があると思いますよ、ただね、コンスタントにね試合に出てほしいな、そうね、もうちょっとフィジカルがね、そうですね、やっぱり太くなってない部分っていうのはここ、ね、ずっとあるのかもしれない、ね、学生から見てますけど、もう少しフィジカルトレーニングしないと、まだまだね、クラス選手に比べたらやっぱ薄いですし、もうちょっとね、フィジカルトレーニングっていうのは日本中の課題でもあるので、はい、この厳しい環境にね、さらに厳しい環境になったんだけど、はい、まあ頑張ってほしいですね、もう絶対的強さ、ね、本当によ、ここでレギュラー掴んだらもうね、もう一歩二歩じゃないからね、ステップアップがね、31ですよね、でも頑張ってもらいたい、はい、皆さん応援よろしくお願いします、はい、はい、で、もう一人のね J1 リーガーの、川崎フロンターレ所属の知念選手は、リーグ戦はちょっとベンチ外でございました。うん、で、J2 の方に行きますと名古屋グランパスのね田口選手はフル出場で、処理に貢献で、ね、ファンのちょっとブログとか見てみると楽しそうに、ゲームやってたよと、はい、まあ、田口選手の賛否両論は多いのさ、叩いてる方もやっぱ多い中、やっぱりひとまとめにするとやっぱ期待してる分、あなたに対する要求はでかいんだぞっていうコメントもさ、はい、やっぱ多いので、今後もね、やっぱり
中心選手としてね、はい、やっぱり見られているのかなという部分もあるのでね、うん、がっつりちょっと注目していきたいと思いますよ、はい。で、続きましてロアソ熊本、背番号20番上里選手は先発フル出場で、ただね、対戦手が山口のルノーハ、はい、山口だったんですね。でその試合も宮城選手も先発でフル出場してまして、はい、結果は最下位でした。 レノーハが2対0で、うん、下位チーム同士の戦いを制しております、うん。でウエスト選手はボランチとして先発フル出場、はい、で宮城選手もね今季初だと思います、はい、先発フル出場でさ、はい、アンカーでボランチ的なポジションで出てたんだって、はい、まあ、攻守で大活躍だと、うん。で、レノファーはさ、11戦ぶりの勝利なのさ、はい、あここからね、まあ、監督がかかって3試合目だったかな、うん、ここからのちょっと巻き返しにね、はい、期待したいなと。でさ、2点目とかはもう宮城選手からの競り合いの生まれたゴールでしたので、うん、やっぱりねファンのコメントとか見てもさ、ちょっと泣きそうになったんだけど、はい、もう今日の試合を見て一気にファンになりました、かっこいいぞとか、うん、で攻撃で光るものを見せたとか、うん、宮城選手アンカーとしてハマりすぎとかいろいろこ、はい、ね、上々のコメントもあってさ、でただ後ろから後方タックルでイエローももらってるんだって、はい、でもそこはそこでちゃんとプロフェッショナルファールじゃないんだけど、まあそこで食い止めなかったもやばかったと、ゲームの流れが変わるようなシーンで、はい、ファールはもう致し方ないんじゃないかとか、はい、もう評価される部分も多々あったのでね、はい、いやー嬉しいな、レノファ宮城、違うレノファ山口あれ今チーム興奮してるな、じゃあなんていうのかな、宮城選手のことをさここまでお話しできることがさ、はい、毎週毎週そんなに少ないので、そうですね、なかったですね、嬉しいなと思いますね、はい、今後もちょっと活躍を期待していきましょう、はい、うん。であとはファジアの岡山も、どこだ、はい、そう、赤嶺選手所属のファジアのは、トーマ選手所属の松本山がとの、対戦でした、うん。で1対1のね、ドローでしたけど、はい、まあ赤嶺選手先発フル出場、怪我明けからフル出場初めてなのかな、はい、で共にねトーマ選手も出てたんですけど、まあ、トーマ選手のドリブルでね、はい、裏にスルーパス出して2人抜くということが、はい、ワクワクしたよとかそんなコメントがあったりさ、はい、もう赤嶺選手に関してはもう相手サポーターからのちょっと賞賛があったりとか、はい、やっぱりね2人ともちょっと活躍したいい試合だったのかなと思いますのでね、はい、うん、今後もちょっと期待、うん、やっぱ赤嶺選手はねゴールが見たいっていうコメントがやっぱり多々ありますので、はい、そうですね、はい、実質あたりねゴールの報告したいですね、はい、で残りの J リーガーはちょっとね出場がなかったのでね、また来週ね、活躍してる部分のお話したいなと思いますよ、皆さんよろしくお願いします、はい、はいはい、相変わらずこの後ちょっと時間配分ができていないのでこの辺でねちょっと一旦 CM に行きたいと思いますよ、 CM です、どうぞ。一人一人の状態に合わせて適切な施術を行うエフラボ接骨院、パキポキなど痛みを伴う施術は行っておりません。筋膜療法や骨盤矯正などの施術を行っておりますので、なかなか改善できないという方もぜひお問い合わせください。エフラボ接骨院。新鮮な魚介類や野菜を中心に真心美味でご提供。店内はぬくもりのある雰囲気になっており、すべての席が掘りごたつ、6名様までの完全個室を一室完備、オープンキッチンでカウンター席もございます。王者の交番裏側、居酒屋魔順、握り寿司のテイクアウトも受け止まっております。野菜たっぷり使ったボリューム満点のハンバーガー、一度食べたらもうやみつき、思い出したらよだれが出てくる。宜野湾市大山国道58号沿いバーガー&バーボアソルチ。なんだったあれ これかごめん、はいはいはいよかったよかった今日もね放送事故満載でね、後半もいろいろ喋っていきたいと思いますよ、すいませんね皆さんね、もうバタ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 毎週です ね、はい、ね、コメントが来てるのでコメント読みましょう、はい、ノーナイチュランさん、こんばんは、今日も来ましたよ、ありがとうございます、こんばんは、沖縄のセルラースタジアムのプロ野球私はやってるさーって、昨日はねちょっと雨で中止だった、あ途中3回途中
中止になったんだったかな、大雨、はい、今日は良かったよね。昨日の大雨鬼だったよ、もう本当にさ雷落ちるの見えたぐらいだったからさ確かにもうあれそれは中止になるよなって、はい、どうにかしら、まあごめんごめん話がずれたな。で、あとですね、ドネチュラさんがもう一つ、なんとベルディが、引退宣言した元イタリアのトッティを獲得狙ってると。おー出てたね、昨日伝えぐらいかな、はい、おー出てた出てた、引退宣言してないんで。そうなんだよね、はい、引退の宣言は多分して、対談だけね、セレモニーしてましたけどね。そうだね、ローマの対談のセレモニーを見てると、はい、引退かみたいな分かったですよねでも長い間ね、在籍したチームですからね、対談するときにあんなコメントをたくさん、そうよ ねやる時間ってのはもう当然ですよね、うん。俺はさ、中田秀夫を探したんだけど、あの子に、はい、やっぱいなかったなそりゃない、いないよな分かんないライバルですからね、当時はねずれたずれた、はい、はい、あと、県内のサッカー情報もちょっといろいろお話ししておきましょう。はい、九州リーグ、男子の方ね、開放銀行さん、あとね、FC 那覇の方は先週末行われました、九州リーグの方ともにね、負けてしまいまして、はい、今、開放銀行サッカークラブは勝ち点17の3位、はい、FC 那覇はですね、今勝ち点8で今11位、3位下まで落ちているのでね、今週末に、土日を利用して の、はい、鹿児島での集中開催がありますので、うん、ここでね、はい、ぜひ連勝していただいて、はいはい、ちょっとね、来週またいい結果をね、報告できたらなと思いますよ。そうですね、はい、はい、うん。で、あと女子の方もね、九州リーグ女子の方、デイゴスが今勝ち点6の3位、デビクサーレが勝ち点3の6位、うん、今週末もね、九州女子リーグ男子と同じように、九州の方でありますのでね、うん、うん、このね、はい、女子も男子もいろいろね、いい結果を来週ともにお話できたらなと思いますよ、はい、皆さんぜひ応援の方よろしくお願いいたします。はい、はい、ですね、この辺でちょっと2on2の先週開催だったものと合わせてどんなでしたか。自分ね、ごめんね、もう名古屋できなかったさ、もうすいません。いやいや全然ありがとうございます。ビール飲んでたあの試合時間と重なってたんで、はい、すいませんそうですね、先週日曜日名古屋のスカイドームで、うんうんうん、フットサル大会と2on2の大会を、はい、開催させていただきました。はい、どうでしたか。参加チームはまあ8チーム、うんうん、来ていただいて、2on2も初めて、はい、体験していただいたんですが、うんうん、まあそうですね、もっと、うん、レベルの高いチームが出てこれるように、あ、僕たちも頑張りたいなと、そっか、思いますちょっとあれですか、ヨナさん的には若干物足りないさもあった感じだったんですか。そうですね、まあ実行委員4人いるんですけども、はい、まあ口を揃えてちょっとうんっていう感じだったのでまた次回ね、那覇で行う大会にはもう少しレベルが上がるよね、うん、そうか、はい、でもまあ今はね、普及も兼ねてのものだからね。そうですね、普及がまあメインなので。でもこれがさ、やっぱり続いていくわけじゃないですか。もちろん。本当那覇も今回やって、でまたね、はい、来年だったりもしくは今シーズンだったり、また名古屋でやるときにね、はい、今回やったことが楽しさがやっぱり皆さんに伝わって、うん、次レベルが上がってる、この次楽しみが増えてるんだったらね、それはそれでまた、そうですね、この開催者としての、はい、ね、醍醐味だからね。うん、もう未来は見えてるので、お、はい、特に僕は迷うことは何もないです。いいっすね、はい、あとは出てくれる選手が切磋琢磨して、うん、沖縄県ナンバーワン、もしくは日本のナンバーワンを目指して戦ってもらえることが一番大事かなと思ってますんで、いいっすね、この大会はもう選手が素晴らしくしてくれるものだと思ってるので、うんうん、僕たちは特に、何もすることなく、変わることなく、うん、大会を運営して、はい、普及活動を続けていきながら、うん、沖縄県のサッカーのレベルが少しでも上がるようにね、それがまあ日本サッカーにまあ影響ができ、まあ、つながるように、はい、していきたいなと思ってます。そっか、うん、今日もね、はい、あ、そうか、いい、普天間高校の、あ、行ってましたね、はい、同級生のね、監督が今年から赴任したので、はいはい、普天間高校でもやりたいと、いいですね、いうことが今日来ましたんで、はい、また今月25日に、あ、7月か、25日に、うんうん、まあ、予定取ってまたやりたいなと思ってます。そうなんだ、このね、宜野湾高校も含めて宜野湾市内からね、はい、おーって広めていけたらね。そうですね、うん、まあ、皆さんの学校にね話があればいいですね、少しでも訪問して体験してもらって、
やろうやろう。県大会にみんなが出てもらえるように少しでも。いいっすね。はい、沖縄県ナンバーワンのフィールダー誰だってちょっと気になるので。ああ。はい。いいね。そこです。面白いよ。小中高のカテゴリーで一般大学のこの4カテゴリーで誰がチャンピオンになるんでしょうね。っていう面白いね。すごい興味があります。はい。だから来年にはまた県大会ができるように、はい、今年はもう普及に専念して行きたいなと思ってます。そうですね。また来月かありますからね。はい。7月16日ですね。那覇でね。ークで、うん、やりますのでね。また皆さんちょっと注目していただけたらなと思いますよ。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。でですね、あとはちょっといくつか県内の、はい、もう一つね情報をお話ししておきましょう、はい、先週行われました第39回沖縄県大学サッカートーナメント大会の、ま、結果ですね、はい、はい、沖縄国際大学が、はい、2対1で、明桜大学に勝利して勝っておりますよ、はい、沖縄大学、沖縄国際大学の皆さんおめでとうございます。ございます、ま、県内はね僕がちょっとね突出してますのでね。そうですね、これ、うん、ちなみになんですけど、はい、僕たち学生の時に、うん、僕那覇日系っていう専門学校に1年間だけ在籍したんですけど、はいはい、僕たち優勝しましたからね専門学校が優勝しましたからね当時。すごいね、沖国さんにも勝ちまして、決勝も勝って、そんな時代があったわけねちょっと面白いですよね。いや、そんなこともありましたっていうのはそれだけなんですけど、うん、大学もね、局も明桜も九州の一部リーグなのでね、はい、この辺の情報もね、いろいろお話ししていきたいんですけどね、なかなか俺が情報収集できてなくてさ、すいません、申し訳ないです、でもう一つ、はい、これ沖女カップ、沖縄女子短期大学のさ、女子サッカー部の皆さんが、第1回、6人制サッカー大会の沖女カップ2017を開催するそうです。これ見えるかな、これで見えるか、はい、8人制ですね。見えない、こっちか、こんなだ、はい、皆さん今では、はい、今、はい、一時停止見えないな、あー、こっちは見えないな、ごめんよ。沖縄女子体育、沖縄女子短期大学のさ、はい、ホームページからも、女子サッカーでクリックするとこの大会予告も見れますので、うん、日時は紹介しておきましょうね、来月7月8日7月8日ね土曜日に、午後1時から、午後7時頃までの予定で、沖縄女子短期大学大学グラウンドにて、募集チームが8チームで参加費が1000円、はい、うん、で協賛協力として那覇市サッカー協会とあとビクサーレスポーツクラブの方もね、はい、協力しての大会みたいなので、うん、6人制サッカーね、女子の皆さんですね、初めて見るにも8人、うん、8人、うん、6人、これ6人なんですか。6人なんですよ、8人制じゃなくてさ、珍しい、うん、だからね、新しいね、フットサルにちょっと近いです、フットサルコートでやるのかな、うん、ね、これもちょっとこの辺よくわかんないんですけど、はい、ごめんね、紹介していくんだからよくわからないとかひどいよな俺なはい、でも女子サッカーってさ、なんか県内でやっぱり普及多々してきてるのかなと思います、はい、この沖女の皆さんはさ、一般のカテゴリーもさ、下からこの上もう大人、一般の人たちも含めての、はい、普及活動をやってるのさ、うん、子供たちだけっていうのは聞くんだけど、はい、一般も含めてこうなってるところってなかなかないので、はい、おーすげえなーと思うわけよね、はい、うん、だからこういった大会もちょっとぜひね皆さんに注目していただきたいと思いますので、もう一回言いましょうね、はい、第1回沖女カップ2017、7月8日土曜日にね、沖縄女子短期大学グラウンドにて開催してますので、参加費が1000円、募集が8チームでさやってますので、沖女の、はい、ホームページからねちょっと探して検索してみてください、よろしくお願いします。はい、はい、で野内一郎さん、これコメント読めるかな、はい、岩渕選手がなでしこリーグに帰ってきましたね、はい、うん、アイナックに新加入、3年半契約、おすごいですね、来月中旬頃に合流しますよってことでしたけどね、ドイツに行ってたんでしたね、そうよね、バイエルンじゃなかった、ね、バイエルンかどっかにいましたね、うん、帰ってきちゃうってなんか嬉しいんですか、うん、どうなんですかそこら辺は嬉しいんですかこれまあでもね、はい、国外でまだまだ活躍してる選手も多いですからね、はい、俺宝選手の情報をさ、はい、探せなくてさ、ね高田選手がほらノルウェーに移籍してるので、はい、ノルウェーのチームのホームページを検索するんだけど、まあ、俺英語も読めませんので、皆さんぜひね高田選手の情報ください、はい、ください発信する側が情報ください本当にすいません、はい、いやでもね、うん、今回チャンピオンリオンっていうチームにいるバックの
選手誰でしょ、熊谷、うん、はい、彼女はねちゃんとレギュラー張ってそうですねコンサートに出てるんで、ね、ヨーロッパでね今年帰ってきてる人が安藤選手もね帰ってきてますね浦和でしたっけ。あ、そっか、うん、まあでも川澄選手が新たにねアメリカに出て、うん、まあそこに出てる人もねいっぱいいるのでね、うん、なでしこもね、はい、新しいシーズン新しい監督にね変わって、はい、新しい選手もいっぱい来てますのでね、でもこの現状を見るとやっぱりこの攻守にわたって強い子っていうのが課題かなと思ってるのでこの 2on2 も必ず生きてきます、うん、いいですね、はい、楽しみです。いろいろねまた発信していきましょう、はい、よろしくお願いいたしますと、はい、話しているうちにね今週もアディショナルタイムが1分切ってしまいました。もうね今週もバタバタしながらおしゃべりしてきましたけど皆さん今週も参加していただきありがとうございました。はい、もう今週はね、はい、この辺で締めたいと思いますよ。はい、はい、この番組はあなたの専属トレーナーになりますエフラボ接骨院、真心美味でご提供居酒屋マジュン、バーガー&バー沖縄ボーソルチ、以上各社の提供と AC クレアのよひなさん、そしてね今週も聞いていただきました皆さんのおかげで放送することができました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、来週もねいろいろ県内のサッカー情報をね、はい、いろいろお話ししていきたい、あーだこうだ喋っていきたいと思いますのでね、はい、もうよろしくお願いしますよ。はい、皆さんからの、サッカー情報もね、そうですね、こんなところでこんな大会やってるよとかこんな選手がいるよとかねいろいろ情報待ってます、はい、待ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来週最後と結構余ったからよく喋りました。すごいありがとうございます。いやいやいいと思います。いやこれが余裕があって最後軽く喋りながら終わるってのがいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。米田さんやめるんですか。